オオベッコウバチは、節足動物門根中目ベッコウバチ科のペプシス属、またはヘミペプシス属に属する蜂の総称。毒蜘蛛オカリバチと呼ばれることもある。北アメリカ南部や中央アメリカ一帯、そして南アメリカ北部にかけて生息する。世界最大の蜂として有名であり、英語でタランチュラホークと呼ばれるように、 別っ蜂特有の生態でクモを専門にするカリ蜂である。青みがかった黒い体色で、羽の色はオレンジ、体長は6センチメートル以上に及び、大きさではオオスズメバチをもしのいでいる。この体の大きさは、本種が幼虫の餌として狩るクモ類がタランチュラと呼ばれるオオツチグモ科のクモであり、その巨大なクモを狩るために、体も大きくなったと言われている。 タランチュラ類の重要な天敵となっている。タランチュラを捕らえるオーベッコーバチオ甲ツチ土モ科のクモを専門としており、クモを見つけると、クモに向かって急接近する。その様子を高に見立て、タランチュラホークと名付けられた。世界最大のクモといわれるゴライアスワードイーターも、この蜂の標的にされている。主に地上を徘徊しており、地中に巣穴を作るクモを狙って、 巣穴から地上へと雲を引きずり出す習性がある。反撃されることもあるが、巨大な雲の毒画をかいくぐり、雲に最も効果的な針を背部などに通して相手を麻痺させる。雲の攻撃をかわしながら、スピードで翻弄し、疲労困憊した雲に攻撃を加え、蜂の完璧に近い形での勝利に終わる。巨大な雲を刈ると、その雲を巣へと運び、 そこで幼虫の餌とするために卵を産みつける。卵から孵化した幼虫は蜘蛛を餌にして育つ。その際、大きな蜘蛛の場合は、ベッコウバチの強力な顎を用いて、蜘蛛の足を徐々に切り落とす。成虫は鼻に集まり、蜜を吸う。本種は、その大きさと大きさに見合う葉音から、現地の人々に恐れられている。本種に刺されても致命傷となることはないが、体が大きい分、 激痛を伴うとされる。ありがとうございます。